キパークです。今日はね、こちら我が家の和室の片隅にある日本庭園風の錦鯉プラ池からのお届けでして、ここにいるニゴイの幼魚が婚姻から約5ヶ月約半年経過しましたので、成長具合を計測する様子と、5ヶ月も経ってすっかり錦鯉に仲間入りしてしまっているニゴイの様子を、今回は水中映像にてお届けさせていただきたいと思いますので、よかったらニゴイ飼育、ニゴイの婚姻飼育の参考情報としてお役立ていただければなと思っております。あと動画の最後ではおまけと言いますか、ご報告といった感じになるのですが、実は別の川魚水槽で私ちょっくらやらかしてしまったことがありまして、これについてもお知らせさせていただきたいと思いますので、よかったら最後までご覧になってみてください。ちなみにこのチャンネルでは川魚や錦鯉、熱帯魚飼育といったアクアリウムを中心に、いろいろな生き物を家庭で魅力的にワイルドに飼育する楽しみをお伝えしつつ、それに必要な飼育設備や飼育方法もご紹介することで、皆様のご自宅でも再現可能となるような情報、そして自然での観察や採集の様子もお見せして、自然や生き物について一緒に勉強していけるような動画を配信しておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をして、動画がアップされた時に分かるようにしておいていただけると嬉しいです。では早速ですが、ニゴイという魚について簡単にご説明させていただきますと、ニゴイはコイ科カマツカアカに分類される魚で、名前の由来はコイに似ていることからニゴイ、漢字だと似た鯉と書いてニゴイだそうです。現在日本にいるのはズナガニゴイ、ニゴイ、高麗ニゴイの3種類のニゴイがおりまして、このニゴイは奈良県のとある川で採集した個体で、ニゴイか高麗ニゴイのどちらかだと思われます。もし見分けられる方がいらっしゃったら、コメントで教えていただけると嬉しいです。大きさは60センチから70センチにまで成長すると言われておりまして、渓流から汽水まで様々な環境に適応できる魚なのですが、意外と酸欠には弱い面があるようですので、注意が必要です。食性は雑食性で、ニシキゴイや金魚の餌といった人工飼料への餌付けも可能で、現在このニゴイはこちらの沈むタイプの川魚の餌や熱帯魚の餌を食べております。ただこの魚、大きくなるにつれて肉食が強くなる傾向がありまして、ルアーフィッシングの対象魚ともなるほどで、小魚なども普通に捕食するほどになりますので、婚姻飼育する場合は注意が必要です。とまあそんな注意点はあるものの、飼い方としましては錦鯉や金魚とほぼ同じで問題ないかと思います。さらに詳しく知りたいという方がいらっしゃいましたら、こちらの動画でニゴイについてやニゴイの飼い方についても語っておりますので、よかったらご覧になってみてください。では気になるであろう水中の様子をご覧いただきたいと思います。わあ、なんかテンション上がりますね。そして池の中は狭いようで意外と広いようにも感じますね。ほら、いましたよ。これがニゴイの幼魚です。これだけ錦鯉と大きさが違うので、さすがに婚姻は難しいかと思っていたのですが、なんてことでしょう。まるで自分は錦鯉だと思っているかのように、うまく錦鯉と共存しているではありませんか。人間もゴリラなどに育てられるとそれなりに育つと耳にしたことがありますが、魚も育つ環境によって何かしら変化するのでしょうかね。先ほども説明させていただきました通り、ニゴイは大人になるにつれて肉食傾向が強くなって、小魚などをも捕食してしまうほどになるのですが、いやー、ある日を境目に一転して錦鯉にちょっかいを出すようになるのか、それとも、いやー楽しみですね。
また引き続き経過報告動画を上げさせていただきますので、皆様もよかったら楽しみにしておいてください。そしてここでは普通に餌を与えるとニゴイにまで餌が行き届かないので、先にニシキゴイに浮く餌を与えて、同時に粒の細かい沈む餌を与えることでニゴイにまで餌が行き届くように工夫をしているのですが、こうやって水中で見てみるとちょっと分かりにくいのですが、ちゃんと食べているのが分かりますよね。いやー、工夫した甲斐があったなーとちょっぴりホッとしております。では次は大きさを測ってみたいと思います。こちら見た限り 14.2 センチほどあるようですね。ちなみにこちらのニゴイは採集した時点で12センチほどありまして、それから約2ヶ月経った時点で 13.5 センチに成長。そして今回 14.2 センチですので、あ、少しずつではありますが順調に成長してくれているようですね。っていうか池が小さいので、できることならばほどほどで成長がストップしてくれればなぁなんて思っているのが私の本音ではあるのですが、いやいや、成長したら成長したでなんとかしますよ。決して捨てたりなんてしませんから、皆さんご安心ください。ということで最後は冒頭でお伝えさせていただいていた別の川魚水槽で私がやらかしてしまったことについてなのですが、実はこちら川の中流域を再現して主に清流魚と呼ばれる魚ばかりを飼育している水槽なのですが、なんやら水が黄色っぽいですよね。そうなんです、ちょっとした初期症状を甘く見てしまっていたばかりにやってしまったんです。ニシキゴイ飼育ではおなじみであろうあの難儀な病気、穴あき病を発症させてしまったんです。黄色く色がついているのは水槽丸ごと薬浴をしているからです。幸いにも現時点では元気に泳いでくれておりますが、非常に死亡率の高い病気です。正直どうなるか分かりません。またこの治療経験についても私だけで終わらせて無駄にしてしまいたくはないので、後日別動画で詳しくご紹介させていただきたいと思っております。結果は本当にどうなるか分かりませんが、日本淡水魚の穴あき病治療について少しでも皆様のお役にも立てる動画にできたらなと思っておりますので、もしよかったら動画がアップされた時に分かるようにしてお待ちいただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。少しでもニゴイの飼育、ニゴイの混泳飼育に役立つ情報になったのであれば嬉しいです。また何か不明な点や見たい動画があるといったリクエストなどもコメントいただければ可能な限りお返事もさせていただきますし、リクエストにもお答えさせていただきたいと思っておりますので、今後とも直木パークチャンネルをよろしくお願いいたします。では今日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録やグッドボタンも押していただけると励みになるので嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。あ、そうそう、この500円で買った盆栽、新芽がいっぱい出てきてるんですよね。ちょっと剪定作業について勉強しておかないと。